ホテル奥道後とは、来島ドックグループが開発した奥道後温泉にある、リゾートホテルである。1963年開業。全長350メートルの本館は303室、850名、収容可能。近隣の奥道後遊園地と合わせて、一大レジャーランドを築いている。1970年2月15日未明、ホテルの劇場から出火。 劇場と宿泊棟は別であり、宿泊客に被害はなかったが、約700人が避難する騒ぎとなった。消火中に警備員一人が巻き込まれて死亡。近年の不景気による業績低迷に加え、東日本大震災の影響で外国人の宿泊客が激減し、資金繰りが悪化したことから、 2012年1月16日に松山地方裁判所に民事再生法の適用を申請した。負債総額はおよそ10億円。愛知県の旅館運営会社、海、栄館がスポンサーとなり、経営再建を行っている。2014年7月2日に奥道後一湯の守るとしてリニューアルオープンした。露天風呂、各種ジャングル風呂、 家族風呂、大宴会場、各種レストランタスー、バー、劇場、結婚式場、休憩所遊園地、映画館、ロープウェイ、展望台、アスレチックなどを併設。2018年には、クルシマドックグループの経営者だった、坪内俊夫を記念する、奥道後坪内記念館がホテル内に開設された、奥道後温泉観光バス。ありがとうございます。